戦などマルチに活躍されています。そして今シーズンはタイガースファン代表として6月度のWe'll be right back.
ました阪神タイガース岡田彰布監督です。まず岡田監督、日本シリーズ進出を決めてこの大歓声を聞いて今どんな思いでこのお立ち台に上がってらっしゃいますか。18日からの、ね、今日で3試合なんですけど、もう、ね、この超満員の9割以上がね、阪神ファンの人が、ね、スタンドを埋めてもらって、選手もシーズンよりももっとすごいね、歓声があるっていうか、ね、それでね、なんか震えながら投げてたみたいですけど、それが大きいね。声援をもらったみたいで、本当にありがとうございました。そんな特別なこの環境の中でも阪神タイガース、そして選手たちはシーズン通りの野球を展開してくれたんじゃないですか。そうですね、投手陣はね、シーズン通りやってくれたんですけど、打つのはあんまりね、シーズン通りいかなかったので、だから3戦とも結構苦しいゲーム続いたんですけどね、やっぱり最後はね、やっぱり優勝チームとして、ね、負けられないという気持ちがあったので、金さんのゲームですけどね、本当は勝ち切れたと思います。今日のゲームを振り返っていただきたいんですが、まずは先発の大竹が5回、球数は105球でしたけれども、2失点でよく粘りましたね。そうですね、まあ今日だけじゃないですけどね、3人先発で実施をした投手投げたんですけど、やはりこのね、ほとんど初めてのね、こういうステージで、ね、緊張しないというのはちょっとなるんですけど、でもその中でね、調子3人ともあんまり良くなかったと思うんですけど、本当にね、まあ今日は2点ですけどね、あとは1点1点ということでね、本当粘り強く、投げてくれたのがね、これはもうチームのね、3連勝につながったと思います。そしてその後出ました桐敷、いいイニングまた来ましたけれども、何かこの球場の雰囲気を変えてくれるような堂々としたマウンドさばきでしたね。何であんな良くなったのかもう分からないんですけど、ね、オールスター系からブルペンに入って、ね、ずっと、ね、短いイニングですけどね、なんかこうそのポジションがあったみたいで、本当に今日は2イニングっていうね、ちょっと酷だったんですけど、まあね、あれで流れをね、やっぱり同点からだったんで、こっちに流れが来るので、ね、そういうピッチングしてくれたと思いますね。監督、その後は岩佐が石井、島本のリレーでしたけれども、なんといっても見逃せないのは、ノイジー、それから中野、森下、ディフェンス、守備力、非常に輝くこの1イニングでした。この辺りも静通りじゃないですか。でもうやっぱり守り勝ったっていうね、まあ、そういう3年この3試合で、まあ、そういうねゲームが進めたんで、まあ、本当最後ね、本当紙一重でね、プレーと思うんですけどね、まあ、この時やってきたね、そういう守りから入るっていうか、守備において最後ね、まあ、一番いい、ね、そういうプレーができたと思いますね。最後は今シーズンの阪神タイガースの勝利を締めくくる岩崎がマウンドに上がってランナーは出ていましたけれども、監督はダグアウトからどのように見守っていましたか。ランナー出すけど打たれないんですよ。出すけど点はやらないので、そういう意味でも最後スースリーでスリーツーになった時はちょっとね、ドキドキしましたけど、まあ、岩崎ですから、ね、最後やってくれると思います。さて、そんな投手陣をリードしてくれたのがキャッチャーの坂本でしたけれども、今日は2打点つき、大活躍でしたね。ね、その2打点がね、4対2というね、2点差になったと思うんで、もう守るだけでね、
まあ、打つのは期待してないですでも、そういう選手が打てると、やっぱり勝ちますよね。こういった言葉は岡田監督の愛情の裏返しだと思いますけれども、さて岡田監督、攻撃の方では4回、6回、7回、いずれも今シーズンの象徴でありますフォアボールが絡んでの得点となりました。この辺りもいいですね。いや、この、 3試合で、ルフィッチはどんどんストライクをね、やっぱりフォアボールを出さないというか、そういう感じだったんで、もうね、早くというか、ね、早い仕掛けというか、ね、そういうことをミーティングで話してたんですけど、まあ、最後の最後で、やっぱり競ってると、甘いボール投げれないんでね、やっぱりそういうフォアボールが絡むというか、今年1年のね、本当は得点した、そういうスタイルがね、最後の最後で、ね、一番大事なところで出ましたね。さて、試合が終わって、まだ時間が経っていないので、この質問はどうなのかというところがあるんですけれども、岡田監督が選ぶ、このクライマックスシリーズ、ファイナルステージの投打の MVP、もし発表していただけたらお聞きしたいんですけれども、いかがでしょうか。ダは、やっぱり木並です。
電池切れや。電池切れや。電池切れや。炭酸一本。炭酸一本なんだな。違うんだよ。
勝と優勝を祝い、そして日本シリーズの優勝を願い、最後に僕が1、2、3というので皆さん大きな声でバモスでお願いします。